この間気づかんかった、久しぶりに枯れた、やっほーゆなくんがコハくんキャラが強いんじゃって言ってた。ゆなくんもやろ。ひれがたアーカイブで見たよ。わーい、面白かったですか。ティムタムです。昨日の昼方エゴサしてたらみんなコハと褒めてたよ。わーい、あの金子さんにも、金子さんにも、あの劇場のスタッフさんにも褒められました。やったね。お話し会の画像めっちゃ可愛かった。ほんまにみんな可愛いのいっぱい作ってくれて使わせていただきました。ありがとう。サンリオキャラシナモン優勝で嬉しかった。嬉しかったです。あ、ゆうちゃんさんハートありがとうございます。コハタン元気いっぱい可愛い、やったむちゃくちゃ面白かった。ジバニャンどこ、ジバニャン、ジバニャン、ゆなくん滑ってしまったって言ってた。ゆなめっちゃ終わった後なんかあんましなんか滑っちゃったってめっちゃ大反省会してました一人で。アーカイブちょうど見ようと思ってたから配信したから後で見る。わーい。アキタにも褒めてもらえた。え、アキタはまず見てへんし見てないと思いますね。でも昨日アキタあったけど、そのミックスジュースの公演の方であったけど全然もうみたいな、もうまたお前かよみたいな感じでした。でも昨日アキタはクリームソーダの服着てたので、クリームソーダかわいいって言ったら、クリームソーダは可愛いんかとか言ってた。って感じ。笑顔も見れて、笑顔が見えて仕事の疲れも吹き飛ぶね。わーい、お疲れ様みんな。そうだ、金曜日だ。みんなお疲れ様です。昼方での打率10割やん。嘘、やったーなんか喋ってるだけで、めっちゃネイビーズアフロさんが笑ってくれます。アキタにアーカイブ見るように進めよう。はにゃって言ってあげた、アキタ。あ、最近はにゃって言ってない。そやな、そろそろ言う。かわいいエピソード。面白い。そう、クリームソーダの服着てたから、かわいいな、かわいいって言ってもめちゃくちゃ反応薄かったです。またお前かよみたいな。カータン第7時もし当たらなかっただから第8次申し込むね。やったー、嬉しい嬉しい。みんな次もあるんかな、なんか後の方の日程はあると思うから、また申し込めなかった子は申し込んでね。クリームソーダが可愛くない、空気抵抗をなくすことが最良の結果を生みます。嬉しいだけ。劇場公演行きたいね、えみんな。でもね、あるいは半分だからなかなか当たらないってみんなさん言いますよね。こはにゃん、あれはにゃ封印してた。え、封印してないんですけど、なんか忘れてました。飽きた、終わった。ほんまにピエン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 。昼方楽しかったです。いろんないっぱい話しました。はにゃより嬉しいだけ作ってた。昨日のね、昼方のマネージャーさんがお話し会の時に、コハがこれで嬉しいだけって言ってたら、
これは椎茸じゃないやろって言われてこれになったので、その人方がマネージャーさんで、昨日もめっちゃ嬉しい時対応してました。和田美優は相変わらずプー使ってる、そう多分使ってます。ミルさんとも仲良し小良し、仲良し小良しだと思います。小幅サイン会2枚当たってんで会えるね、うわ嬉しい。みんなサイン会も当たったって言ってくれて楽しみ。あれもうすぐですもんね、サイン会は一番早い、お話し会よりも先やから。え結婚してこんなんあるんや、初めて見た。なんかいっぱい増えてる、ご飯の知らないやつが。あ、試験さんこんばんは。昼方夕方は昼ごと中華見れへんし、アーカイブはなんかなって思っちゃうよね。リアタイで見たいなね。でもいつあるかわからんからコハが昼方だって、あれも月1やし、しかも6人だけやから、もうコハがいつ回ってくるかは次わかんないんで、ぜひみんな見れるうちに見てくださいだってみんなコハとユナくんは割と最近ぶりっていうかの昼方やったけど、他の皆さんはめちゃめちゃ久しぶりって言ってたので、何のリップ何やったっけな、リップはこれ何やったっけ、これボリュープってプランプインカラー、これね、これ見て、ハートなの中わーい。でもこれだけやったらちょっとカピカピになるから、あかりんさんのこの白のやつを使ってます。イエイ。わーい、お花これかわいい、ありがとう。野田さん月1やから有給取ればいい、あそうですねイブサンローラカピコピリップトゥルトゥルネカ、ハートのとこ色つく、え何やろう、ハートのとこなんかめっちゃ赤やけどめっちゃ赤じゃなくなるみたいな、周りでそんな全然黒にはならない。間違えた、こっちやった。この黒あかりさんのやつめっちゃ使ってます。あのコハすぐ唇が乾燥するので、もうメイクさんにもいつもあの乾燥するって、乾燥唇かまたカピカピって言われるので、もうメイクさんのあのメイクのリップするまでにも、でこれめっちゃ塗ってます。肌のお手入れ教えてほしい。コハちゃん毛穴ないよね。えありますよ、あるけど何やろ、何してるかな。コハでもコハはめちゃくちゃ保湿してます、めちゃくちゃ肌は。でももうあの何やっけ、あれニキビとかできたり肌荒れしたらもう皮膚科に行きますすぐに。でもああれ拭き取り化粧水毎日やってるかも、いいんか分からへんけど、コハ的にはそれしたらめっちゃあの肌荒れしなくなったなって思うので、それしてます。あとはめっちゃ保湿してます。拭き取り化粧水と保湿かなコハは。入れ方見れてなかったけどリモートどこかに集合して、あ普通にあのなんていうイエスシアターです。カピカピ言われるんだ、あるけど閉じてる、え分からへん、そんなどれだよな、
コア君ほっぺプニプニしてそう。エコハほっぺなんかめっちゃね、なんて言うんですか、こうこう伸びても伸びるんです、めっちゃ。じゃあ高校の友達とかもなんかここが硬くて これぐらいしか伸びない伸びない子もいたけど、コハめっちゃなんかみんなこうやったら痛いって言うけど、コハ全然こんなされても痛くないんですよ、全く。コハタンしか勝たん。つるつる羨ましい、お話し会まで星数頑張る。あ、一緒に頑張ろう。コハもたまにめんどくさくなる時もあります。なんかあのもうかお風呂に入っちゃえばあの別に保湿することはめんどくさくないんですけど、そのもうメイク落とすまでがあの勝負ですねパックはする、パックはたまにするけど、でもなんかあんまりしないかも、したいけどあの買うのが大変なのであんましないかも、たまにする。やっぱり痛いピヨン。あ、ハート、チヒーさんにつねられて、つねられてないです気持ちよさそう。皮が伸びる体質、わからんけどほっぺの皮はめっちゃ伸びるで、こうもう高校の時からみんなに言われてる。みんなこうやって同じことしたら痛っって言うけど、これ全然何も痛くない。今回お話しか初めて参加するんだけど、何話したらいいかわかんない。何でもいいよ、何やろう。みんなが話してくれるのは何やろうな。コハはでも話すことなかったらめっちゃコハが話すから全然あの心配しなくていいですでも何やろう、何でも聞きたい。なんかここなんて言うんかな、なんか普段聞けないことを聞いてくれたりしてもいいし、あとなんかいろんな見てくれた方は感想とか言ってくれる子もいるし、あとはなんかこういうことしてほしいとか、なんかこの普段みんなの見えるショールームでは言いづらいけど、あの2人の時は言えるみたいな話でもいいし、何でもいいです。なかったらコハがいっぱい聞きますコハがいっぱい話すから全然。あ、ハートゆうちゃんさん、ほっぺの皮が伸びるってことはほっぺに食べ物いっぱい詰められるのかな詰められないですお話し会初めてなんで挨拶します。はにゃって言うたら乗り切れる。はい、ハニャーもハニャーしてください。もうこの前のお話し会であの5回ぐらいいただいたので全然待ってます。そういえばサイン会も当たりました。おお、サイン会も楽しみ。サイン会ってどんな感じなんかな、全然コハも分かんない。リスやん昨日の昼方に一番後ろでうちはフリフリしてた人が見つけてくれた。みんな見ましたよ、いっぱいうちはあったの。なんかかわいいうちわもいっぱいあったし、なんか耳じゃないけど、なんかキャラクターのやつつけてる、あのつけてるや人もいたピロピロみたいになってきたハニヤ。まだまだペロペロ大先輩には及びません。お話し会でハニヤやってもらいたいな。ぜひぜひ待ってます。この名前のうちわよ、これなんかんハングルだ。コアもあの韓国語喋れるようになりたいなラビグルメでパクパクタイ食べに行きたい店の情報ゲットできた。パクパクタイ、何でもでもパクパクタイ食べたいのいっぱいあるけど、まあ、シナモンのカフェに行きたいっていう話をしてます。ずっとまだ何も決まってないけど行きたいねって。
ずっと言ってます。サイン会も当たったよろしくわーよろしくお願いします。イエイ。梅田だっけ、はい、あれだ、あのポムポムプリンカフェ前やってたとこ、 NMB とコラボしてた。今日シナモン、今日シナモン100均に行ったらシナモンがいて買ったこれ。今日歯医者行ったら歯医者見つかって困ったね。じゃあ、コハはもう何年もの歯医者は、あの歯医者じゃない、虫歯なってないです。なんで、別に特別な、歯磨きしてるだけやけど虫歯なってない。百均にシナモン、コハちゃんかわいいぜ、やったー。手持ってるケロッペとバツマル、ケロッペとバツマル売ってなかった。ご飯、いやなんかもう可愛くてこれ全部揃えたいなと思ったけど、なんかそれはちょっとさすがに、あの何やったっけ、全部揃えたらなんかこれさ、ただプニプニするだけやのに、あのそんな全部揃えたらやばいなって思ったので、ちょっとシナモンだけにしたけど、もうめっちゃ他の種類も可愛くて、コアの行ったとこマイメロとキティちゃんと、あとタキシードサムがいました。それ買います、イエーイ。めっちゃプニ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 、ダイソー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 、接近結構サンリオあるよね、ほんまに。だから他も、あのシナモンのなんか他のやつも買った。めっちゃ可愛いから。他のほんまに他のキャラクターもね、他のキャラクターもいたから欲しくなった。マユメロもめっちゃ可愛かった。マリンちゃんいたらタキシードサムやん。めっちゃ買いに行こうと。100均やんから100円。コアタン暑くない、最近暑いですよね、めっちゃ。でもコアもう今はね、お家なんでエアコンも入れてるので大丈夫。買いに行ってくる、あ、みんな買いに行ってくるって言ってる。わーい。昨日むっちゃ最前で見てて、コアタンの声モノマネが映っていったくだり大爆笑しましたそう、もうみんな先輩方も真似してくれてコハの声真似、楽しかったです。めっちゃ広がった NMB 楽しい。めっちゃ 2回しか出てないけど、ゆなくんにも教えてあげられなくちゃ。110円税込みやぞ。コハちゃんとおそろしたい、おそろ。でも違う、でもこれ買ったはいいものの、だどうしたらいいんですかこれどうしたらいいの。わあ、めっちゃ結婚してきてる、すごい。これも初めて見た、ありがとう。わあ、また来た結婚して流行ってるの今、すごい。あ、沼から抜け出せない心地がいい、イエーイ。明日全国のダイソーから売り切れるのよか。でもなんかシナモンない店舗も結構多くて、コアが巻いたとこはそのシナモンなくて、今日たまたま見つけたので買ったですけど、だから多分店舗によっていろいろね、種類内向がいると思います。なんかマイメロとキティちゃんはいるイメージ、あとタキシードさん
めっちゃ活躍してたね。あ、優しい。昼方夕方の申し子になる。でも夕方はまだ出たことない。ジューンブライトやから。え、何それ。あ、ハートいっぱい。ナンドさん、あ、ソルトさんも結婚して、みんな結婚してて、こんなん初めて。1位様やからな。そうやな、えから出てきたのかな。わー、ゆうちゃん。ひらがたの公式ツイッターもバックバック隊の謎に完成度高いのが好きですってコメントしてた。見ました。完成度高いんですかね。どういうこと。もうヒール型 NMB さんにはね、あのゆなくんと始まる前にもうあのセットで、セットでもゆな、あれ呼ばれるように頑張らないとって。もうどっちかだけやったらあかんから、もう一緒にパクパク隊でまた呼んでもらえるように頑張ろうって言ってました。どっちかがかけたらあかんからって。完成度、完成度気になるな。犬が返事した。完成度、完成度高いらしい。でも、もう公式ツイッターさんが言ってるので、あの完成度高いです。パクパク隊。あ、また結婚して、結婚してや。爪痕残してこうやった。夕方、夕方、夕方まだ出たことないんです。出たい。でも夕方あの衣装も可愛いんですよね。あのチェックのセット。夕暮れ話ありがとうございます。昼方のニュースと7期で一番ゆなくんと一緒にいることが多い。どうやろう。ゆなくんといることはめっちゃ多いですね。誰やろな、あとは。あ、でももっちゃんもめっちゃ喋るかな。もっちゃん、みゆみゆみゆもまあまあ喋るし、でもみんないっぱい喋る。あ、昨日はふわふわとめっちゃ喋ったし、めちゃくちゃ求婚されてる。ほんまや。ライバルはありがとうちゃぶ。あ、また結婚しててきた。ありがとうちゃぶと。あのちひーさんのキレキレも面白い。あ、グッド。夕方出演待ってます。ご飯をしたい。昨日じゃない、次はコッコ族をしていこう。わーい、コッコ族、コッコ族。昨日はアンジュ誕生日でしたね。ほんまに、もうアンジュさあ、ツイッターのみんなのおめでとうにもめっちゃ長文で返してて、アンジュのもう人の良さ、アンジュの優しさがもうめちゃくちゃもうツイッターにもにじみ出てました。ご飯もめっちゃあのみんなおめでとうよりもアンジュの ありがとうのメッセージの方が多くて、もうアンジュやっぱあのめっちゃ優しいなって思いましたね。わあ、降りてきた。もつとお互いのフリートあげてたの可愛かった。わーい。もつに、もっちゃんにこれフリートにあげていいって言ったら、あ、めっちゃもっちゃんもあげるって。あ、みんなクッキーみたいなやつ送ってくれる。6月の花嫁ジュンブライト、女性の憧れで一生幸せになる。初めて聞いた。申し訳ない、アンジュ。みずき、水崎あっちゃんさん、いっぱいだ。アンジュ大好きって言ってくれてたね。はい。アンジュもちゃんと使ってくれてる。全員のエピソード付きのリップしてたの、ほんまに。アンジュはワイの自慢の足やから。昨日はコアタン一人で持ってってたね。どういうこと。
昨日のハーサさんの似顔絵ちょっとあんまり似てないってみんなに言われて大変だったんですけど、見た方いますか？おお、めっちゃむずかった。むずい、結構似てた。やったー、イエーイ。唇がセクシー、どういうこと？リッププルプルやから。いや、なんかめっちゃめっちゃちょっとその前の日もめっちゃ練習したんですよ。ハーサさんの写真めっちゃ見て、けどめっちゃ難しくて似顔絵描くのは。ミルガハクとコハガハクで対決しよう。いや、めっちゃ絵の才能ある。おお、やった、似てましたか？もうフーワがめちゃくちゃ絵で違うよとか言って、全然違うとか言って、あのめっちゃ相談2人で描きましたね。で、近重さんにも似てますかって見せたら、あーって言って似てるって言ってくれないんですよ。バナナはうまく描けました。あ、主権さんこんばんは。こうやったダンスで笑いを全部取ったね。何ですか、ダンスで笑いって。何の話、うちの近くの牧場にのやつですか？ちかぽよの妙な優しさ。あーって言って、あ、似てるって言ってよって。似てるとはね言ってくれなかった。でもこの前野菜ジュース買ってくれました。優しいだけ。優しいだけ。今日ピンクメイクコーラルかな。え、ピンクかな。これもうみんな大好きなやつ。なんかね、コアはフーアにピンク、コアはピンクがいいってあの言われるの。やから、茶色じゃない方がいい、ピンクの方が似合ってるって思うふちはって言われたから、そっからいつずっとピンク使ってるけど、みんなはどっちがいいと思いますか？ちょっとチカポヨの似顔絵描いておくろ。パータン、コーラ好きですか？コハコーラあんまし飲まんかも。しいたけ使い勝手いいね。そう、使い勝手いい。みんな、レナタンさんも昨日もうめっちゃしいたけ使えるって言ってました。クリア。あ、いっぱい待って、ゆうちゃんさんいっぱい来る。ピンク似合うや、わーい。どっちも。アンコールの時のフリップにみんなの名前と一緒に担当フルーツも書いてるのすごいなって思った。おー、気づいてくれた方がいました。嬉しいたけ。そう、あの、わあ、ハートがいっぱい。昨日そうし、あのフリップのね横に書いたの、みんなのフルーツ。でもさ、レイさんとアンノンさんのフルーツ、コアはその時何に立ったのか知らなくて、あの自己紹介の時もあの DMM で裏で見てて、その時にもう自己紹介の時にもうめっちゃ耳澄ませて聞いて書きました。アキタの似顔絵描いて、え、むず。嬉しい時、嬉しい時流行りそう。流行らせます、流行らせます。しいたけ、
あ、また結婚してが来た。キウイとメロンは売るで書いてた、ね、そうです。はにゃと嬉しい竹、最近嬉しい竹なんか使ってるかも。昨日の昼が天然ビープラスを観覧してたけど、コアトの瞬発力に驚いた。わーい、やったー、嬉しい竹。食べ物としての椎茸は好き。椎茸、そう、それが椎茸あんまり好きじゃないっていう話も昨日してましたね。はあさバナナ、はあさバナナ、昨日のアンコールや。アキタンって呼ぶのはすごいね。アキタンって呼ぶのすごい、すごいですか。もうみんなに言われます。コアタン、今日で何回も結婚したのあかんくなりますね。嬉しいだけや。ほんまや。克服せな。悲しいだけ。動物のモノマネ何かできますか。カエル。です。ピエ。離婚してくださいってギフトできたらビビる。団長です、可愛すぎる、やった。長い付き合いあるミルさんですら言わないのに。言っちゃいます。パクパク隊ってまだ2人、なんか増えてるらしいですけど、ちょっとコアもあんまり把握できてないので。隊長に聞いてください。隊長の早川ゆなちゃんに。コトちゃんさんのおとといくらいの毎日動画でも椎茸好きって言ってたね。え、どういうこと。牛ガエルやん。コミュ力天才。え、でもコハそれなんですけど、コハ全然人見知りなんで、あんまりコミュ力は高くないと思う。なんか仲良くなったらめっちゃ喋れるタイプですね。和田美はパクパク見習い、パクパク見習いです多分。よくのすみれさんも椎茸好きじゃなかったな。あ、一緒や。ミサジョスもパクパク隊見習いな。え、わからん。わからん。隊長に聞いてみて。意外。お姉さんの一人で喋るもんでコアトンをネットにしたよ。聞きに行こう。聞きに行こう。パクパク隊はラビグルメに吸収合併されるらしいよ。パクパク研究。コアトン読解力すごくない、コメントの星とか理解できる。たまに大なんとなく分かったりする。見習い多すぎ。七期で一番最初に喋ったの誰。誰やろ、全然覚えてない。誰やろ。誰やろな。ユナも結構早い方に喋ったし、ユナとアイカとジオンユナとアイカとジオンとかは最初の方に喋ったかも。多分まんまし覚えてない。オーディションの時におったの覚えてるの。え、どういうこと。ユナとユナとピピとジオン。ユナなんのコハトのモノマネって正直どう思う。え、めっちゃ似てると思う。めっちゃ似てると、コハも似てると思う。ユナのコハのモノマネ、コハも公認です。楽屋戻って
った後は配信中見てによそよそしい感じじゃなくて話せましたか？わからいません。でもゆいなさんがあの人見知りなんて話してくれてちょっとだけおしゃべりしました似てるよな。似てます。ほんまに似てると思う。ご飯も怖くゆなくんのモノマネできる。はーかゆのです。ありがとうございます。大阪出身18歳、ゆなんことはーかゆのです。ちょっと難しいですね。ご似合います。あ、似てる。やったー、イエイ。ゆみさんとなんか喋った。あのハリセンはもう本気で言っていいよって言われました。ありがとうございます。大阪府出身ピオラジアル。あ、ピオラジか。今日リカティさんですよね、ゲスト。ピオラジ、シオンさんできるんちゃう？ご飯の真似ですか？似てるって言われるんですよ、喋り方が。よくなぎささんに吹き矢刺されたこともあるから。そうな。こないだミュウだったね。しばらくゆっくりできますか？暇ですか？どういうこと？ご飯？分からへん。舞台上のメンバーがご飯ありがとうって言った後に嬉しいと聞いて真似するようなご飯もそういつも見てる。笑ってます、いつもみんな後ろで。衣装さんとかと。わーい。コハくん、ピオラジオファー来たらコハくん二人になるか、ヨナくん二人になるみたいになりますか？やばい、それでは。あ、福岡から応援してます。初見さん、ありがとう。かも福岡行きたいな。美味しい食べ物多いし。ピオラジ出たいですか？ピオラジ出たいんですね。ピオラジめっちゃ、ピオラジ出てってめっちゃ言われます。ヒルさんが嬉しいだけって言ったら面白い。みんな広めていきます。コア何時から始めたっけ？45分50分ぐらいやっけ。新幹線半額、そんなんあるんや。47、じゃあまあ47分ぐらいまでやります。やります。ラーメン好き、好き。コアなんかあんま嫌いな食べ物ないないです、基本的には。ピオラジゲストさんめっちゃ褒めてくれる。らしいですね。なんかみゆがもうピオラジめっちゃいい、もうめっちゃ褒めてくれるからみんなでーやみたいな、もう気分よく帰れるわって、気分よくなって終わる。ピオラジも最高とか言ってました。めっちゃみゆがあの喜んでましたね。来週シングルの発売ですね。わーい。今完全に幕、あれ、この国の過去の音楽チャートがシリが反応した。今完全にマクドのポテトのタラ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 ラタラララ。ラーメンは何派？醤油。福岡行くならみずほがいいと思うよ。ドリアン食べようか。ドリアンやばい。さすがパクパクでいい。パクチーも平気。パクチー食べれます。すごい感想やな。シリ何に反応したん？分からん。なんかたまに反応する。シリって言ったら別に聞こえへん。ねえシリ。ほら反応しないのに。なんか
反応する時があるんですよね。不定期でシリが反応します。 Hey Siri、 あ、聞こえてるわ。でもこのシナモンの使い道がわからん。なんかね、あの携帯ケースに瞬間接着剤で、あの貼り付けてる人いたけど、ここはもうスマホリングついてるから貼れへんから、これどうやって、どうしよう。シリに嬉しいだけでどういう意味か聞いてください。絶対返すみませんって返ってくる。シリとのやりとりかわいい。銀次書のシリ、シタレヤナギユータ、ほんまにシタレヤナギ。僕だけの君で、おてこにペタ、にぎにぎしてストレス発散、ほっぺに貼る。え、でもなんかさ、このさ目がはげちゃいそうで怖い。これ目はげたらさ、もうただのさあれやん、白のもちもちになるから、ちょっと使い道が分かりません。あれや、あのお話し会の髪型もまたショールームで決めようって、あのメールで昨日送ったんですけど、また決めてください。え、使い方は特に書いてないですね。食べられませんしか書いてない。スイーズ的な、そうです。商品名は分からん。なんやろ、もっちりマスコットもっちりマスコット、もっちりマスコットとはもつ味にあげたら、でもつ味シナモン全然好きじゃないですよ。ツインみたい、ハーフツイン、ツイン、犬にあげて遊ぶじゃん。絶対あげません。ハーフツイン、はい、どっかの、どっかの日にやります。で暑いやろからアップのお団子でまた決めます。あ、しけんさんかわいい、やったイエイ、あ、ハート、初めまして、ちょっと気になってきちゃいました。ナナキみんなかわいい、やったー、ありがとう、ヤッホーヤッホー、こんばんは。どこで買ったんですか、お、外音が出るんですか。え、ダイソー、ダイソーで買った、音は出なくてもちもち。あー、
もちもちです。みんななんかツイッター何書いたらいいと思いますか？なんか何しようかなと思って、なんか面白いことなんかしたらいいのにってみんなに言われるので、なんか案ありますか？もちもちはもっちゃのフレーズでも、これは本当にもちもちなんです。彼女感ある動画とか、それはあれシンシンさんです。やっぱ短くても動画が見たい。動画って、でも何の動画やろ。向こうはあれやりたいけど ね。借金にあれば買っていますね。はーい、いってらっしゃい。こうやった動画を通勤通学時間、通勤通学時間帯に投稿。クワ起きてるかな。全身写真シリーズ乗っけて。全身写真いつも撮らない、なんか自撮り、なんかそこは人見知りやから人にあんまりあの写真を頼めなくて、あのここから上になっちゃうんですよね。カエルがいっぱい、それ昨日の昼方。あのカエルの、カエルじゃないわ、あの井戸のやつ、井戸のネタ、ご飯もやりたい。でも今日買ってなさそう。私服紹介とか自由ありそう。嘘、僕はそんなファッション担当じゃないんですよ。7期のファッション担当はアンジュ。その日のコーディネート、じゃあ全身写真あんま撮らないからな。おやすみみんゼミ、フリートのセミにビビった。あのセミ可愛かったですよね。カエルとのツーショット、カエルとツーショットシリーズ。そんなカエル近くにいますかみんな。ブログはこれからもあげますかって聞かれて、少しまあ空いてたの笑った。でもちゃんとあげますって言いました。ピが乗せてた浴衣のアンジュ、今と印象違ったねえ。なんかあの前髪で結構やっぱ印象変わりますね。なんか二人とも幼くて可愛かった。オールマイティさんおしゃれ、あもうおしゃれおしゃれ、めっちゃおしゃれだし、なんかオールマイティさんもスタイルがもう抜群やから、もうオールマイティさん何着てもなんか様になります。山とか田んぼとか行ったらおるかも。山とか田んぼめっちゃ遠いな。捕獲から始めなあかん。またカエルがいたら一緒に写真撮ります。オールから言うのか。オールマイティ、ほんまにオールマイティやからな。マイティはね、本当にオールマイティ、なんかもうそのあキャッチフレーズだけじゃないです、ほんまにです。マイティめっちゃ優しいし、コアはマイティがめっちゃ大好き。コアタも何着ても似合いそう。嘘、でも最近夏服を買うの、何買ったらいいか分かんなくて、そうお店もあんま開いてないから、なんか通販になっちゃうから、なんかもう分からへんくて、もうなんかまだ買うまでに至ってません。
最近タンブスクネカエルなかなか見かけません。オール阪神、オール巨人、オールマイティ買い物困る、ほんまにコアブなんか直接行って買うタイプ、通販もするけどたまにしかせんタイプやから、いろんな私服のコハッタンみたい、わーい。喋り方かわいい、わーい、嬉しい、嬉しいだけコアタの私服需要しかない、嘘やん、コアそんなファッション担当じゃないんですよ、ほんまに暑かすぎた、営業時間配るやろうけどね。あ、またハートいっぱいや、キュン、エバリシーマンや、店員さんから話しかけられたら嬉しいだけとか言うんでしょうわやばすぎ、それはもう買わせてもらえなくなる。今しいたけ忘れた。私服みたいですよね。お母さんはみゆ、もっちゃん、ゆななんてすごく仲いいね。仲いいですね。うん、仲いい。仲いいですよ。3人は、あの、ご飯のフリートとか、ツイートとかに反応してくれます、いつも。もうじっちゃんのね、あの写真も可愛くて、可愛くて可愛くて、もうあのただいまじっちゃんが可愛い、いつもコハは癒しですね、毎日の。アキタン、アキタン盗撮してツイートしたら人気出る。あかん、その代償がでかすぎ怒られる絶対。そんなことしたら、あの学校から帰ってきました、制服実際にじっちゃんに癒される、琥珀ほんまに、もう前も前ちゃんかわいいと思います、あの学校から帰ってきました制服じっちゃんも、もう大好き超お気に入り、楽しみです。でも金曜日になっちゃったので、明日と明後日は帰ってきました制服じっちゃん見れないです、寂しいだけ。しゃあない、じゃあ金子さんで、昨日金子さんがコハタンとか言ってた、言ってくれたので、金子さんって言ったら、あのハーサさん、ハーサさんとアンノンさんとかがびっくりしてました、ええどういうことどういうことみたいな、初めて見てんけどあんな金子さんとか言ってめっちゃびっくりしてた。コハタンと誕生日一緒だ、嬉しい嬉しい、やったん、嬉しいとけ。ツイッターで一日一飽きたんやろそんな一日毎日会ってない飽きたんと NNB は7期生が今輝いてるよ、やったー。じゃあ明日も学校に行ってもらいましょう、それはやばい。こんばんにゃ、こんばんにゃ、付き合ってるんかやばっ、それはもうめちゃくちゃネタやな、もうみんな笑うやつやん。金子さんも手名付けたかプリティー金子さんそう、アーノンさんとあのハーサさんびっくりしてたけど、コハもびっくりしたコハも初めて言われたから
ご飯もびっくりした。いつもね、女のマネージャーさんがコハタンっていつも言ってきてくれるんですけど、ちょっとそれを習得したのかもしれません。タネコさん、カネタン、おもろすぎ。ほんまにめっちゃみんなびっくりしてた。でもコハも一、コハが一番びっくりした。そんなうちハニャーとか言うて挨拶したりして、ハニャーハニャーって。ちかしげさんもコハタン呼び、え、ちかしげさんはおじさかって言います。ちかしげさんは基本苗字です。苗字かぶってる方は下の名前で呼んでるんですけど、苗字かぶってない方は、方、私とか苗字かぶってないメンバーは上です。上の名前おりそか。こんな感じ、ほんまに。コア君ショールームだったらまともにたら会話まともに出てきてきてて、クサ入ってきました。昼方見た次の日だから、え、昼方も喋れてた、喋れてましたよ。カネコさんは現メンバーで最初に地上波デビューした見てんからね。すごい、想像できるわ。今はかぶってるメンバーいないけどね。そう、もう黒だーみたいな。ほんまに面白い。笑っていいとも出てたんやで、すごっ。街角インタビュー、ぽよさんのモノマネ好き。めっちゃ面白い。ココナさん呼ぶときはうーがあんまなくなるので。イエイイエイ。ミヤンはほんまにそんな、うがね半分ぐらいになります。昨日チカっぽいよ劇場階段降りてったの見ました。おもろ。おもろすぎ。そっちから入るんかい。ぽよぽよ。あ、48分。じゃあそろそろランキングを読みます。13位、あんさん、ありがとうございます。12位、いばちアットミックスジュースさん、ありがとうございます。11位、しゅんさん、ありがとうございます。10位、まことアットカワウソダンスさん、ありがとうございます。9位、やん008さん、ありがとうございます。8位、みものさん。7位、ひでアットこはるびよりさん、ありがとうございます。6位、しんごさん、ありがとうございます。5位、やまぴーさん、ありがとうございます。4位、ラミヒーさん、
ありがとうございます。3位ゆうちゃんアットピオランさん、ありがとうございます。2位のぶさん、ありがとうございます。そして1位はすえひろさん、ありがとうございます。じゃあ今日もカキカキタイムします。タイム、イエイイエイ。ユナ画伯と対決やば。いやまだまだユナ画伯には及びませんわ。いい感じ、ありがとうございます。じゃあ皆さんツイッターフォローまだしてないよって方はツイッターもフォローしに来てください。織坂小春って検索してください。ショールームのフォローもまだだよって方はお願いします。じゃあみんな今日も見に来てくれてありがとうございました。バイバイ、おやすみみゼミ。